どうも。今回工具メーカーのミルウォーキーさんよりこんなものをご提供いただきました。こっちはアングルインパクトレンチっていうものになります。で、こっちはマグネットアンダーライトっていうものになります。で、これどちらもこの M12 バッテリー、まあ、要は 12V のバッテリーですね。これで作動させることができるっていう電動工具になります。まあこんな感じでライトもつくと。で、こっちはこれ面白いですよ。こんな感じでマグネットでひっつくんですよね、こういう鉄板とかに。で、こうライトがつくと。で、モードもあって光の強さをこう調節できるようになってます。しかもこれめちゃめちゃ磁力がすごい、めちゃくちゃ強いです。で、こういったところにもひっついてくれて、この車の下とかですねをこう照らしてあげたりとかできると。こう角度も変えられると。これ面白いですよね。で、まあ、こういった金属のものだったらここにですねこんな感じでひっつけることができると。これ良くないですか。アンダーライトっていうぐらいなんで車の下とかそういったところの整備にもかなり向いてます。はい、ということでこれこっちですね。今回は主にこれを紹介したいと思います。このアングルインパクトレンチ、これを使ってある作業があるので早速それに使ってみたいと思います。ということで今回はですねこれこのトラクターの爪がもう10年ぐらい前ですかねに変えて、それっきりもう変えてなくてかなりすり減ってきちゃってるんですよ。ということで、このすり減ったやつをこの新品のに交換してあげると。で、以前はですね、こういったものこれを使って人力で全部こう変えたりしたんですけどもうやりきれないと。ということでこれを引っ張り出してきたんですよ、このエアーのインパクトレンチですね。ただこれがですねそもそもここに入らないと。で、こういったものですね、でこれをこうつけなくてもそもそも入らないんで、これつけると余計入らないんですよ。で、これ困ったなっていうところで、このミルウォーキーさんのですねこれを提供してもらえたので今回これを使ってこの爪を全部変えてあげたいと思います。見てください、この幅もうこれ分かりますよね。これだとここにこう入らないんだけど、こっちだとここがこんな狭いんですよ。こう比べると分かりますね、かなり狭いんでもうこう楽々入ってしまうと。でもって、これこのボルトはこれ22番なんですよね。なのでこれをこうつけてあげると、はい、カチャッと。でここにもう余裕です。で、なおかつこのバッテリーもめちゃくちゃ小さいんですごい取り回しがいい。で、これ締めるときはこっちにしてこう締めると。で、緩めるときはここをこうやってこう緩めてあげるっていう。で、ここにスピードがあって1番で2番で3番で、これ要はオートですね。こうやってあげて緩めるときはフルパワーで緩めて、で、こう緩まったときにポロッとこう脱落しないように、もう緩んだときは低回転になって脱落を防ぐっていう、要はオートのモードになるようです。でもって、まあ、今日は昼間なんであれなんですけど、これ、こんな感じでガチャンとひっつくん でグリグリこう動かせるんで、夜中とか暗い室内とかガレージの中であってもこう簡単に思い通りの場所を照らしてあげれるんで、
これめちゃめちゃいいですよね。こういったものはここにこうつけておけるんで、作業しながらこの必要な部品をこうこのソケットをこう変えてあげたりとか、そういったこともできると。これ本当素晴らしい。これいいですね。ちょっとこれ照らしながらちょっとやってみたいと思います。ちなみにこのこれもこれも同じ M12 12V の、こうバッテリーなんですけど、これ他社製品でいうところの 18V クラスのポテンシャルがあるそうです。パワーもこれ相当すごいと。ちなみに今これモード3なんですけど、パワーがですね 300Nm あるそうです。いやこれものすごいパワーなんですよ。しかもこの 12V のこのコンパクトさで 300Nm の力でこうボルトを緩めたりしてあげることができると。はい、じゃあちょっとこれ早速1個やってみましょう。まあ、こうしてこれでいやちょっと待って、早っ。いやこれ快適だわ。うわ待って待って、めっちゃ早い。でこれをここ、あこれいいかもしれないな。この緩めたやつをここにこんな感じで、これいいわ。うわすげえ、これマジでこれ超便利じゃん。ちょっとこのオートモードやってみます。うわあ、今止まったわ。止まりました。これちょっと見ててください。今あのスピードが緩まりました、最後で。一番最初はもうフルパワーで打撃するっていう感じですね。こんな感じで緩まった時に途中でこう止まってくれると。いやすごいパワーがすごい。でちなみにこれ今ちょっとホームセンター行って買ってきました。もっとこう短いやつもあります。よし、これ使ってあげればもっと届かないこういう狭いところとかでも簡単にこう届く、そういったこういうのもつけれます。あ、これだけ使ってれば問題ないですね。これは全部自動でやってくれるんで、いちいち回転を自分で制御しなくても吉田にこうやってくれると。いやこれは楽だわ。これ全部で何枚あるか。100枚。100枚。うん、100枚くらい。やりやすい。うん、
ボルト1個ねえぞ。どっか行っちゃったぞ。はい、もう終わるやん。これめっちゃいいじゃん。ひねって取るぐらいやんないと力強すぎて ということで、無事にこのトラクターの爪全部変えてあげることができました。で、今ちょっと片付けとかいろいろやってて夜になっちゃったんですけど、トータルで、この作業時間は1時間半ぐらいでこれもう終わっちゃいましたね。はい、もうこれだけで全部緩めて最後これを取り付けるところまでいけました。今回使用したバッテリーなんですけど、6アンペアで4分の2なので半分ですね。半分使用して全部これ取り替えてあげることができました。まあ、これこの3アンペアですね、終わってからあれなんですけど、この3アンペアでもこれ全部外して取り付けるまでいけたんじゃないかなとは思います。はい、こんなにコンパクトなんですよ。ちなみにこれもかなり良かったです。まあ、こんな感じで、正直さっき明るかったからいらないかなと思ったんですけど、意外とやっぱあるとこう照らせるんで便利でしたね。なんかライトスタンドも人気らしいんですけど、ライトスタンドってやっぱ地面に置く手前、やっぱこう移動するときに邪魔になっちゃうらしいんですよ。うん、で、このライト、本場のアメリカの方でもあのメカニックの人からの評価がもうすごい絶大な人気を誇るライトだそうです。で、こういったマグネットもこうボルトとかナットとかこういうところにつけておけるんで、思ってた以上にすごい使えるってことが分かりました。これちょっとカメラで伝わりづらいかなと思うんで、ちょっと照明消します。まあ、こんな感じで本当の暗闇の中でもこういった具合に照らしながらこうできるんで非常にやりやすいです。このアングルインパクトレンチの方もこんな感じでライトがつくんで、このちょっと照らせないところとかもこう照らしてあげることができるんで本当に作業しやすいです。これ単体の動画も需要があれば撮ろうと思います。4分の3です。正直火の打ち所がないぐらいめちゃくちゃいいポイントが多いです。まずはこのパワー、 12V で 300Nm はやばいです。このヘッドの長さがもうほんとこれだけなんで、こういった入り組んだところとかですね、でなおかつこうパワーが必要なこのボルト締めとかボルト緩めるとかっていう時にこれマジでめちゃくちゃいいです。あとはもう本当にこんなにスリムなんで、この3アンペアのこのバッテリーをこう使えば、あの6アンペアの時よりもさらにこう狭いところにも手が届くと。まあ、バッテリーこれまあ抜いて本体のみで 1.3 キロぐらいですね。でこの3アンペアのバッテリーこれを入れて 1.5 キロちょうど。でこの一番容量の多い6アンペアこれを装着したとしても 1.7 キロですね。でまあここにこう、まあ、1.8 キロと2キロ以下なんですよ。なんでこれ非常に軽くて持ちやすいです。ちなみにこの6アンペアつけてるとこう地面に置いた時にこう立ったりしますね。こうすぐにこうパッと使いたいっていう時にこれ結構便利です。はい、なので本当に軽いしコンパクトだし取り回しもいいっていう、もうこれ使い勝手は最高です。これも良かったです。パワーの切り替え、この場合に応じて
この締める強さをこう変えたりとか、あとこのオートモード、これが本当に便利。もう今回あのまあオートモードしか使ってないです。これも使っとけばもう間違いないと。でこの緩んだらあの回転をゆっくりにしてくれるんで、ポロッとこうボルトを落としたりとかもないんですよね。なのでこれはですね、もうマジで使いやすい。でライトもあるし、でまあ自分あの意地悪なんで、これ使ってみてここがなと思った点をまあ毎回上げてるんですけど、ちょっと今回ばかりはこれここがなと思った点を見つけるのがめちゃくちゃ難しいです。本当にね、ここがなと思った点をあえて言うとするとですね、毎回このミルウォーキーさんの工具こう使う時にまあだいたい言うんですけど、この 12V シリーズ、この M12 シリーズですね、この抜く時、このバッテリーを抜く時がちょっと抜きづらいかなっていう、ここがですねちょっと抜きづらいかなっていう、本当に、あえて言うとしたらそれぐらいしかないかな。あとはこのインジケーターがすぐに消えちゃうっていうぐらいですかね。それぐらいですかね。正直これはこういった性能には全く関係ないんで、本当にそれぐらいです。でなんでこれ 12V のバッテリーでここまでのパワー、まあ、他社製品でいう 18V クラスのパワーが引き出せるのかっていうところがですね、これミルウォーキーさん全てのモーターを自社開発で製作してるらしくてですね、でそれを制御する半導体で、あとはこれバッテリーですね、この3つが絶妙に噛み合ってこのパワーを引き出してるらしいです。なので、無駄がないと。これの 18V バージョンってないんですかって聞いたところ、あのないらしいです。もうこれ M12 シリーズでこのパワーを引き出せてるんで、18V シリーズで出す必要がないらしいんですよ。これ以上パワーあってもボルトとかを破壊しちゃうぐらいのパワーになっちゃうんで、もうこれで完成されてるようです。はい、なのでですね、これはこういったメカニックの人とか自動車整備したり、こういう重機を整備したりっていうする人には非常におすすめです。今回これ、自分で、全部変えたんですけど、あの元は取れるというか、あの業者さんに頼むより安くこうできちゃうので、まあ、そういった意味では今回かなり出費が少なく済んだと。またこういった作業もしまた今度あったら、それはそれで動画に撮ってまたアップしたいと思います。ということで、今回はミルウォーキーの M12 フューエルアングルインパクトレンチの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。